こんにちは、ナオエタングです。今から、日本ジュニアやっとって感じですね。一応今日朝っていうか今日寝れてないんですよ。もうなんか緊張していろんなこと考えて寝れなかったんですけど、朝6時に、引き続きカカオアップの続きでご飯といつも通り卵を 300g と卵を2つ食べて、でステージが1時頃からなんで、さっきちょっと塩分取ったと食事、塩分入れた食事を結構食べて、でも食べない感じなんですけど、今から会場に向かう感じです。昨日から、インスタグラムとか LINE とかで応援のメッセージをいただいた方、応援のメッセージをしてくれた方、本当にありがとうございます。あと昨日会場でも、計量があったんですけど、で計量が73キロぐらい、 72.6、 カーブアップ始めてから2キロ減って、なカーブアップ始めると体重減るんですよね。でそれで、計量はまあ普通にクリアっていうか、70キロ超級なんで70キロ以上だったらいいんですけど、まあそちらはクリアしたんで、で、まあ、体も明らかに去年とは違うと思うので、そちらを、ステージ応援来てくれる方はそちらで見ていただけたらなと思います。あと、応援 TV JBBF さんのサイトからの、応援 TV からでもライブ中継が見れるそうなので、そちらでも応援、よろしくお願いします。今携帯撮ってるんで画質悪いんですけど、あの会場の中は多分撮影できないかもしれないんで、とりあえず今から会場に向かって、やってきます。あ、そうそう、で検量の時に、声かけてくれた方も、階級が違う70キロ以下級の方とかだったんですけど、2、3人いて、応援してるということで、まあ、階級違うんで、はい、当たらないですけど、ありがとうございますということで、本当にメッセージくれた方々ありがとうございますってことを、この動画で言いたかっただけなんで、これ撮りました。じゃあ行ってきます。会場に来られる方は本当に応援お願いします。豆タンクの応援してる方は応援お願いします。別に他にと応援してる方は僕のことなんか応援しなくていいんで、じゃあ行ってきます。また会場でお会いしましょう。はい、ということで、さっきの動画の続きなんですけど、一番何が言いたいかというと、あの応援してるよとかすごいメッセージ、インスタグラムとか LINE とか Twitter の機能の下投稿のあれなんていうのコメントみたいなリプライかとかで、応援してるとか言ってくれる方とか、昨日のした YouTube でも応援行きますとか、言ってくれた方とか本当にありがとうございます。それが本当に嬉しくて、頑張ろうって思えたんで、まあそれが、この動画で挨拶として言いたかったんで残しておきます。で、今年の日本ジュニアなんですけど、応援来てくれる方とか JBBF 公式サイトで応援 TV で応援してくれる方、今年はちょっとフリーポーズの曲変えたんで、皆さんそちらも見てください。フリーポーズ予選通過したらの話ですけどね、予選通過しないとフリーポーズできないんで、いつも毎年なんかオールアウトなんだっけな、いつも使ってる曲あるじゃないですか。いつも使ってる曲とは違うんで、今日で多分今日のフリーポーズの曲多分皆さん知ってる曲なんで、ボディービルマニアの方は知ってる曲
なんで知ってる方は知ってるっていう感じの曲なんで、おーってなると思うんでそちらの方も楽しみに三角形になりたいしてください。いつもの曲にしようと思ったんですけど、まあ、そろそろ曲も変えた方がなんかまたこいつこの曲がと思われるのも嫌だし、あとその曲にしたいっていうのもあったんで変えたんでちょっと見てください。一番怖いの忘れ物なんですよね。ビルパン履いた、多分大丈夫。じゃあ改めて動画撮ってるんですけど、この辺にして行ってきます。今時間が9時8分で、今仙台駅に繋がってる、なんていうホテルだっけな、仙台駅に繋がってるホテルなんですけど、あの1泊3万ぐらいするんですよめちゃくちゃ高いとこしか空いてなかったんで直前に撮っちゃったんで、まあ、そこを出て、向かうんですけど、タクシーで行くんですけど10分ぐらいで着くんで、多分めっちゃ早く着いちゃうんですね。まあ検量は機能済ましてるんで、まあ会場早入りするんで、もし誰かいたら声かけてください。じゃあ行ってきます。あと豆タンク持ってる方は来てきてください携帯のカバーケースも。じゃあ行ってきます。またツイートを渡るときは多分結果報告なんで、喜んでるか悲しんでるかまだ分かんないですけど、楽しみにしてください。僕も楽しみです。